はい、今日もおはようございます。今日はね、久しぶりのキス釣りですね。ちょっとね、この1ヶ月ぐらいイカに狂ったように言ってたのもあって、キスは本当に久しぶりでね、あんまり様子も分かってないんですけど、まあそろそろというか、まあどこでも釣れるんじゃないかということでね、うちから一番近い浜やってきたんですけどね、もうちょっとで夜明けぐらいじゃないかな。ちょっと様子見てみます。それじゃあやっていきます。いや本当に久しぶりやな。どこにキスがいるのかも全く分かってないんですけどね、とりあえずエイリアってあんまり遠くないとこからやってみます。今日もね、暑くなりそうやで、暑くなる前にサクッと釣って帰りたいところなんですけどね、そんなにうまいこといくんかな。朝この時間はまあまだ暑くないでいいですね。あれ全く当たらなかったね。何もいませんか。4色から波打ち際まで引いてキスゼロです。近くが全然当たんないから遠く投げてみました。キスおらんな。これは失敗したかな。ちょっと今更やけど場所移動するかな。全然当たりませんね。ちょっとね、一旦向こうの方を歩いて行ってみて、状況があんまり変わんなかったら大きく移動ですかね。ちょっと移動します。なんかさっきのところからどうやろ、200m、もうちょいかな、200-300m 歩いてきたんですけどね、昼途中キス釣りしてる人は釣ってましたね。ちょっと見切るのが早かったかなと思ったりもしたんですけどね。3頭して当たりゼロならダメでしょう。涼しいうちにサクッと晩のおかず分釣る計画がすでに崩れ去ろうとしとるな。困ったもんやね。あ、当たった当たった。本日初の当たりや。三色ですか。おお、まあまあサイズは悪くないじゃない。いや、やっと釣れました。やっと釣れた。暑くなってきたね。やっぱ2色というよりは1色よりやね。2色は2色なんやけど、やっぱ近くにいますね。ゴミ多いな。ほら、天秤がゴミ丸けになって上がってきたで。一応釣れてます。魚のサイズは悪くない。あっつい。もうそろそろ限界かもしらんな。何時？7時？まだ6時58分。でも7時ぐらいまでやなって言うとったで、その通りやね。やっぱもうこっから先は暑さとの戦いや。おお、いやすごいのがおったで今。これはキスじゃないね。キスならでかいけどな、これ違うやろ。
っけ、でかい。あ、でっか。あ、キズナがでかいって言ったらほんまにでかかった。これはちょっと大きいですよ。まあでも22センチぐらい。やっぱここはええのおるな。数はね出ないけど、あんまにあんなんがおるんやな。しかもやっぱり誰も仕掛け引いてないところにおるんやね。うん、なんかあの一匹で満足やな。二匹目はおらん。あんなんがいくらでもおったらえらいことやな。ちっさと。なんなんこれ。向こう開いとるやん。ああ、向こう行ってみようかな。ちょっと向こう行ってみよう。ちょっとまた移動してきました。なんかね、こまめな移動が一番いいような気がする。誰か仕掛けを引いたところっていうのはなんかいまいちっぽいような。ああ、今16匹ですね。なんとか20ぐらいにして帰りたいところやな。当たりませんねこの辺は。すんごいピンポイントで魚がおるんか。全く当たらん。さっきんとこより分が悪いな。あのやっぱ沖にテトラがあるところの前がええね。よし、ここはダメや。戻ろう。もうそろそろ危険な暑さになってきましたよ。なんかミニボートやってきた。普段ならあれもどう考えても超えていくような距離なんやけどね。今日はまあ近くを釣っとるでいいんやけど、危ないよね。まああの人らもあんまり沖には行きたくないんやろな。どっか行ったな。あんなに折ったキスはどこ行った。あんなにっていうほどおらんかあんなにっていうほどはおらんかったな。数は寂しいけど、今日はあの両型が一発来たから、まああれで十分満足やね。なんなんやろね、あの7時前後あれぐらいが一番良かったですね。その前は前であんまり当たらんし、もうそこから先もなんかだんだん尻すぼみに悪くなってったし、ダメですね。ダメ、ちょっとダメ元で大きく移動してみますか。よし、ちょっとねクーラーの効いた車で涼みながらちょっとだけ移動しましょう。暑くて死にそうです。ちょっとね危険なぐらい暑いで、あんまり長居はしないようにしましょう。ここも近い。2ショック入ってから当たったよ。1匹やろ。嘘やろ。あんなにゴン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 しとって1匹な。8時には帰ろうと思うとったのが何時今。8時半。残業じゃないですか。6色投げて5色引いてるけど全く当たらんもんな。
波打ち際にピンよりちょっとでかいぐらい、さっきのぐらいのがちょろちょろいるだけみたいですね。夫婦2人で晩に食う分にはね、20匹もあればまあええっちゃええんやけど、だんだんね年取ってきて脂っこいものも食えるようになってきたし、ああ今日は塩焼きにしようかな。まあね別に手前でも当たってくれりゃいいんやけど、サイズがねもうちょっと大きい方が嬉しいよな。ちょっと寂しいサイズですね。うわ、ちっちゃいのがたくさんかかってない？3つか。ちっちゃ。さあ、もうそろそろ終わりましょうか。これやってもやってもこのサイズがポロポロ釣れるだけや。28円、あと2つ釣って30にして終わりましょうか。おおおお、なんや、絵のおるやん。これキスか、キスじゃないやろ今日2回目やな。出た、キスじゃなかったやん。出た出たやっぱり。たまには持って帰るかな。ちょっとおかずが足らんで。本日1回目のこれキスならでかいわって言うとるやつは本当にキスやったけど、2回はないな。2回目は下ビラメでした。めっちゃ近いね、2色から1色に変わるぐらいのところやったよね。はい、じゃあですね、暑くてとろけそうだもんで、そろそろこの辺で終わりにします。だいたいね1ヶ月ぶりぐらいかな、キス釣りでね、ちょっと状況がね全然分かってなかったもんで手探りだったんですけどね、やっぱり去年ほどねどこ行っても釣れるっていう状況じゃないみたいで、なんかうまいこと群れに当たんないと釣れなかったんですけどね、まあ一応あと1匹、あと1匹で30、まあねピンがだいぶいますけどね、一応30匹っていうことでね、まあ万のおかずぐらいは釣れたと思います。まあ、基本はちっちゃいのが多かったんですけどね、1匹だけこれキスかっていうの当たりがあって、22センチ弱、 21.5 は超えてるぐらいのが1匹だけ来ましたんでね、まあ、それはそれで良かったと思います。久しぶりでしたね、あのサイズね。このね人差し指か、まあ、中指ぐらいのサイズならやりゃいくらでも釣れる感じなんですけどね、もう暑くてそろそろ人間の方が限界ですんでね、終わりにします。それじゃあ今回もね最後までご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。また来週行けたらキス釣りも行きたいと思ってます。その次はイカ釣りかな。お盆までまだしばらく釣り三昧してますんでよかったらまた見に来てください。それではまた次回お楽しみにしてください。さよなら。うわー、なんか海藻引っ掛けてきた。海藻引っ掛けてきたけど魚もいますよ。よし、最後の1匹、これで30です。終わります。